わとさわゆきです。はい。今日ですね、リクエスト、来てましたね。18クラウンの前期後期どっちが好きですかっていうリクエスト、それについてお話ししてくださいっていうリクエストが来てましたね。ありがとうございます。で、18クラウンの前期後期、ロイヤルのですね、前期後期の違いがね、僕わかんないんですよね。なので今ちょっとずっと見てるんですけど、まあ18クラウンのロイヤルの前期後期の、で、どっちが好きですか？ゆうきさんはどっちが好きですか？っていうコメント。ちょっと今見てみます。ヘッドライト！どうだろうね。ヘッドライトは、まあ、前期の方が好きかもしれないですね。まあ形はほとんど一緒なんですけど、ちょっとだけ違うのかな。後期の方がちょっとメッキ調になってる。前期の方はエレガントって書いてますね。で、18ロイヤルのグリルはですね、前期と後期で違うのが、なんか縦のラインが後期の方が多いみたいですね。これどっちが好きですかってなった時に、どっちが好きかな。後期かな。後期の方がまあ好きかな。理由とか特にないです。パッと見で後期が好きです。そしてテールランプ、ロイヤルの前期と後期、ウインカーが上にあるか下にあるかの違いでちょっと太さが違うのか。どうだろうね。ロイヤル後期かな。嫌いじゃないですよ。前期も、前期の方も全然、ロイヤル後期かな。はい、そんな感じですね。ちなみにアスリート、アスリートのヘッドライトは前期が好きです。はい。でアスリートのテールランプは、アスリートのテールランプ、ウインカーの長さが違うのか。これ後期が好きですね、僕はね。でアスリートのフロントバンパー、フロントバンパーね、フロントバンパー後期が好きかな。そんな感じ。グリルは、グリルは一緒なの？アスリートって前期と後期ってグリル一緒なんだ。あ、それは知らなかったですね。まあそんな感じでロイヤルとアスリートのね、違いみたいなのお話しましたけど、まあこんなにも違いがあるとはちょっと知らなかったんで、まあこういうね、コメント嬉しいですね。どっちがいいですかみたいなコメントまたねあればぜひ言ってください。ありがとうございました。調子のネオン。